こうですね。塗ったところと塗ってないところ、こっち側が塗ったところ、こっち側が何も塗ってないところ、こっち側が整備。以前にもご紹介しましたヘルメットシールドの曇り止め、こちらゼイベと書いてセイベと発音します。セイベ元のクリーナー&アンチフォグ、これ以前非常に効果が高いものとしてご紹介したことがあったんですが、入手が困難になっていた状況がしばらく続いていましたが、今新しくですねパッケージも変わってセイベジャパンという会社に引き継がれてまた手に入るようになりましたので再びご紹介したいと思います。シールドの曇り止めアンチフォグ、いろいろな種類が出ていますが、昔から台所用の中性洗剤、これをヘルメットのシールドの内側に薄めて塗って、でこれで十分だよ、効果あるよという都市伝説もあったんですけれど、もう試した方もいっぱいいらして、あまり効果がないというのもリポートいっぱい上がってますけれど、効果も少ないですし、ちょっと悪い影響も出ますし、あと目に刺激性というのもありますので、あまり、いい方法とは思いません。一度これお試しください。バイク用品店に行くとですね、いろんな種類が出ています。私テストしたんですけれど、本当はですね並べてこっちが何々こっちがセイベというふうな形でテストをやろうと思ったんですけど、性能差があまりにもありすぎて、正直なところちょっと他のメーカーのアンチになってしまうので、それはやめたいと思います。他のメーカーでですね、まあ正直全然効かないじゃんというのも現実販売されています。量販店で並んでいます。このセイベがすごく優れているというのは前のレポートも上げたので、それを一緒に今回もご覧いただきたいと思うんですけれど、リキッドケミカルです。こちらはどういうものなんでしょうか。はい、スペインのセイベという会社が開発した、セイベクリーナー&アンチフォグです。このシールド、片方に、処理をしてあります。おどうですか、驚きの曇り止め効果。はい、もちろん、メガネもこの通り。おすごいですね。はい、よくあるメガネ用のアンチフォグみたいなリキッドだと、はい、虹みたいなのがかかっちゃってボヤーンとして見えなかったりしますけど、ご覧いただくと分かるように全くその、なんていうんですかね、虹みとかですね、ギラギラ感はありません。はい、ギラッとした油切った感じが出ないんですね。ありません。すごいですね。はい、これは一旦塗っていただくと、はい、約2週間から4週間程度の効果が、セイベ、効果がございます。はい、これはボトルで売ってるものなんでしょうか。実際の商品はこのようなウェットティッシュ用の商品でございます。ウェットティッシュタイプ、はい、なるほど。破っていただくとこのようなウェットティッシュが入っています。これでメガネを拭くだけ、乾かしてしまえばアンチフォグの効果が2週間から4週間、非常に長期間、長いこと長いですね。で実際にはビシャビシャにならなければ2ヶ月ぐらい、2ヶ月平気で持ってます。そんなのなかったですね今まで。はい、なるほど。ボトルタイプの大きなのはよく高性能の売ってますけど、はい、ああいうのだと持ち歩くのがちょっと不便だったんですけど、これだったらツーリングの時に持ってったりっていうのも可能だから、まあ、自分は出かける前にしていけばいいですけど、はい、そのツーリングで集まったところでみんなのちょっとやってあげたりとか、はい、そんな使い方もできますね。できます。で大体1枚のペーパーで、はい、シールド4枚ぐらいは拭けますので、これ蓋をして閉じておけば、うん、1回で使い捨てっていうことでもなく使える、ね、大丈夫です。はい、なるほど、新しい形ですね。はい、これがあれば、紙とかティッシュとか生地を探すことなくどこのか開ければ。拭き取りはいらないわけですか。はい、拭き取りをティッシュとかで。拭き取りはいりません。へー、すごい。ちょっと新しい、日本だと聞き慣れなかったところがまたちょっと出てきたんですね。はい、ちなみにここの会社の名前、ゼイベと書いてありますけれども、スペイン語では頭の Z を発音しないのでセイベと読みます。セイベ、はい、ヨーロッパでは空軍のヘルメットの、あのパイロットのヘルメット、消防士さん、ケミカルラボ、例えば、地中でですね非常に湿気が高い鉱山のあの掘るですね、炭鉱士かなんかがこういうものを使っているあの専用品でございます。なるほど。これじゃあちょっと一ついただきます。はい、 ありがとうございます。あ、スピーダー2つでよろしいですか。で、はい、ありがとうございます。すごいですね。要は見てるそばから売れていく、輸入されたところまでは分かったんですけど、はいはい、その後は どういったところでお出しする。
整備アンチフォグの場合、ウェットティッシュタイプになってるんですね。中に不織布が入って、そこに薬剤が染み込ませてある一つ一つが小分けになっている状態です。現在この整備ジャパンの方では1個300円で売っています。ただこれ中身がですね、1枚のシールドでは使い切れないぐらいの量が染み込ませてあるので、何回も使うことができます。また1回使ってしまうと何週間も持つということは、こういうのって蓋がありますよね。蓋をして取っておけるんですけれど、これの場合一度封を切ってしまうと、まあもう先に答えから言っちゃいましょう。こういうですね、チャック付きの100均で売ってるもので大丈夫です。密封できるもの、乾燥を防ぐものの中に入れて、こうやって空気をぎゅーっと抜いた状態で蓋をしておくと乾燥しないでしばらく使えますので、一度封を切ったものというのもしばらく取っておけます。これアルミのですね、この部分こういう状態になってるんですけど、これを折り込んだだけだと、よいしょで、なんか乾燥しきってるかな、あ、わずかにまだちょっとウェッティ残ってますね、ちょっと湿度あります。こういう状態で中に入っていますので、これをですね、使った後、これだけ面があるから結構な数拭けるんですよ、シールドで言うと。こっちの面使って、こっちの面使って。で、こうやってしまった後に、アルミのこれをね、厳重に折っておいても、やっぱり乾燥してしまうので、密封する袋、これ100均のものでも構いませんので、入れて、空気をぎゅーっと抜いた上で密封して止めておくと持ちがいいです。そうでないと一回拭くごとで一枚ダメにしちゃうともったいないので。また、これメガネとか他の機械とかでも曇り止め効果高いので、ぜひそういうところでも使って有効利用して、せっかく蓋開けちゃったらね、ツーリングへ行くんだったら他のお仲間に、あ、これいいよって言ってちょっと拭いてあげてもいいかもしれません。ぺったんこになるので、これそのままカバンに入れて持ち歩きも便利です。私ね、こう人にこれちょっと試してみてっておすすめでお渡しするときは、この時にですね、一緒にこの袋もお渡ししちゃうんですね。セットでこういうのもつけて、渡しちゃうんです。そうするとお試しで使った時も無駄にしないで済むんです。測りで測ってみたいと思うんですが、新しい方のタイプも 1.2ml、 昔のタイプもこれも 1.2ml。 これね、触った瞬間あれ?と思ったんですけれど、薄いんですよ。こっちの方が分厚かったんですよ。中に入っている薬剤の量は 1.2ml で同じなんですけど、中の不織布が大幅にちっちゃくなった感じがあります。ちょっと実際の重量を測ってみましょうか。今ゼロですね。これが新しい方のセイベ 35g、 昔のセイベ 42g。 やっぱりちょっと重量がね、軽くなってる。中の不織布もう触って一見してわかるんですけど、中身の量が少なくなってます。軽くなってます。体積が少なくなってるんですね。重さも軽くなってますけれど、染み込ませてある薬剤は一応ここに書いてある状態だとスペックは同じということになっています。問い合わせたんですけれど、中身、薬剤の性能というのもこの頃と変わっていないそうです。特に中身が変わったということないので、性能はこの頃と同じですというお話でしたけど、じゃあ開けて中身を確認してみましょう。こちらが従来型ですね。そして新しい方のセイベ、封を切ってみましょう。そう、これ裏がですね、日本語表記になったんですね。以前のは小さく日本語が書いてあったんですけれど、今度のは全部が日本語版になりましたね。部分的にちょっとだけ日本語が細かい字で書いてあった以前のタイプ、新しいのはもう日本専用ということで、表面にもちゃんとカタカナで表記がありますし、裏も全部日本語になりました。はい、中身見てみましょう。あ、基本的には同じですね。こちらが新しい方、こちらが古い方。この中、不織布だと思うんですけど、これの量が半分ぐらいになってるのかな。染み込ませてある薬剤は同じくらいだそうです。じゃあ早速この新しい方の開封したセイベで、実験としてはミラーシールド、ミラーの入っていない通常のシールド塗ってみましょう。曇り止めは物によってはミラーには使えないよというものが多いんですけれど、セイベの方は特にそう書いてないので、各シールドの左半分だけにセイベを塗ってみます。クリーナー&アンチフォグということなので、こうやって拭くと見えますかね。ちょっと泡立って見えますけれど、表面に弾かれることはありません。これ汚れてる状態で外でもいきなり使えるんですよ。外で使う場合はね、いろんな人に使ってあげたりする場合、ちょっと折りたたんで部分的に使ったら、クリーナーを兼ねているので
虫の汚れとかもね一緒にこれで拭き取っちゃえばいいので、そうするとほら結構汚れるでしょ、折り返せばいろんな面でこう人の拭いてあげたりっていう、何回も使えたり汚れてない面がいっぱいあったっていうのがあるんですけど、薬剤の量自体は同じなんですが、今度は不織布の面積が減ってしまったので、ちょっと折り返して使える面数というのは減ってしまったかなというのは思いますね。ちょっと長いこと実験してみないと分かんないかな。これね、袋の中にもちょっと薬剤の液体が少し残っているので、これ蒸発させないように、捨てないようにこの中にまた漬け込んでおくような形で封を確実にね、こうやって密封してできるだけ空気を抜いた状態で封をして、こっちも空気をビューッと抜いた状態で、ギューッと抜いた状態でチャックを閉まってください。中をペッターンと空気抜いておくと乾燥しにくくなります。この状態で持ち歩けます。さあ、この塗った面ですが、基本的に、拭き取り不要ということなんですが、やっぱりね違いありますね。ほらほら、少しね拭いた方がいいのかな。あ、やっぱりねミラータイプだとね拭き取るまでもなく乾燥して表面にやっぱり弾かれるのかな、付着する量が少ないのかもしれないですね。この差がどうなるのかはちょっと気になるところです。拭き上げ不要、もうこれで拭いたまんまで OK ということだったんですけど、やっぱりこの泡というか水分のこの拭いた跡が少し残りますので、ティッシュでちょっと仕上げ拭きしてあげた方がよりクリアになりますので、そっちの方がいいかなと思います。ティッシュで拭き取ってあげる方が、仕上げ拭きする方がおすすめです。これもちろんティッシュじゃなくてマイクロファイバーとかの拭き取り用の布でも OK です。ここがよりクリアな視界になるかと思います。効果の方は拭き取ってしまっても全然問題なかったです。おすすめです。今現在このセイベを扱っているセイベジャパンさんというのは、このゴーグル、同じ系列の会社はサバイバルゲームのショップをやっていたりします。なのでこのセイベジャパンさんが入っているビルの1階にサバイバルゲームグッズのショップがあるので、そちらへ行くとこれ買えるそうです。その他通販でも販売されているようですが、直接買いたいという方は説明欄の方にリンクを貼っておきますけれど、そちらのお店へ行くと直接これが店頭にあって買えるということです。これね本当に効果はいろいろ調べた中で良かった、バイク用として今出てるの中ではダントツでこれが一番だと思うんですが、あくまで個人的な主観で、ちょっとあまりね他のものをこれダメだよというのは言えないんですけれど、買って失敗しないのはこれかな。でバイク用は失敗するのも非常に多かった、そういう現実もあるので、試しにこれ1個だったら300円で安いですから、試しに1個買ってみる。でも送料かかっちゃうと300円のには、買うんだったら何個かセットのパックの方がいいのかな。とりあえず実験もしてみますけれど、私の使った中では一番おすすめの曇り止めでした。またセイベは他のケミカルも、ヘルメットクリーナーとか、ウェアのクリーナーとかいろいろなものも出してるんですけれど、他のものはあんまり私詳しくないので、とりあえずこのクリーナー&アンチフォグは間違いないです。スキー、スノーボード、モーターサイクル、サバイバルゲーム、自分の普段のメガネでラーメン食べるときにいつも曇っちゃう、そんな人にもおすすめ。メガネに使う場合は表面と裏面両方に塗布してください。シールドの中、ヘルメットの中では両方表も裏も曇るので、バイク用のシールドの場合内側だけでいいんですけれど、中で使うメガネは必ず両面塗ってください。内側だけ塗っても外側が曇っちゃうので効果ないです。あとですね、ソニーの今でこそ一体型になりましたけど、昔は防水ジャケットをソニーの、アクションカムつけなきゃいけなかった、それの内側がすぐ曇っちゃうという問題があったんですけど、その時にもこれ役に立っていたそうです。使っていた方のお話だと。シールドだけに限らず万能選手でもあるので、いろんなことにも使えると思います。で、曇り止めだけじゃなくて、こちらのセイベさんだと、それ以外に、はい、曇り止めの以外に、はい、ヘルメットの内装の除菌と、脱臭ですかね、はい、臭みを消すクリーナー、はい、スプレータイプの消臭剤もございます、はい、さらに
ウェア用には、テキスタイルクリーナー、テキスタイルクリーナー、はい、現代高い非常に高いあの高機能の素材を使っているオートバイのウェア、はい、これを、強力な洗剤で洗ったりすると、はい、その防水効果が薄れてしまったり、不具合が失われてしまったりしますけども、はい、このテキスタイルクリーナーはそのようなことがありません、はい、スポンジを使って軽く表面を撫でるだけで排気、油汚れで真っ黒になったウェアが非常にきれいになります。スポンジで撫でるだけで落ちる、はい、あの使用方法は簡単です。1本のボトルでだいたいウェア2枚分が洗えます。ぬるま湯を入れたたらいに、このクリーナーを 75cc 入れて、はい、よく溶かして、ウェアをつけ洗いします。つけ洗い、はい、汚れが特にひどいところだけ、例えば襟元ですとか袖、胸元のですね真っ黒なところだけスポンジで軽く撫でていただければきれいに汚れが落ちる。終わった後に、このプロテクターというものをスプレーをすると、はい、一定の、防水防滴効果、はい、汚れがつかなくなるような効果もあり、一石二鳥のパッケージになっております。なかなかこっちの洗剤っていうのは、まあ、やはり洗剤なんですね。はい、そんな高いもの買わなくてもいいやっていうお客様やっぱり多いので、でも使ってみるとおおっということになるわけですよね。フィルムおおってきます。うん、それはそうですよね。はい、ありがとうございました。いいえ。同時にですね、私他のとずっと昔の動画を探してご覧になっていただけるとわかるんですけど、いくつか他にもアンチフォグのレポートを上げたことがあるんですね。ずいぶん初期の頃でしたけど、その時にこのマックオフというのもテストしました。これはサンプル品なのでボトルちょっと違うんですけど、今のライコランドとかにもマックオフ置いてあります。昔はですね、大きなボトルだったのかな、こんなボトルで売ってて値段すごい高かったんですけど、高かったなりに効果ありました。ただボトルがですね大きいもんだから余るんですね。ワンシーズンでは全然使い切れないくらいの量があるので、効果は高かったんだけれど値段が高いのと量が多すぎるのという問題もありました。そうなんです、強力な曇り止めって例えばこのマックオフですと何日も持つので、ワンシーズンそんなにいっぱい使うもんでもないんですね。ただ効果はこのマックオフも高かったです。この2点ですね、セイベとマックオフのプレミアムアンチフォグトリートメント、この2種類がダントツで良かったです。初期性能としては両方ともすごく良くて、すごく似た性能があったんですけれど、このセイベを知るまではマックオフがナンバーワンでした。現在売られているボトル、やっぱり小ぶりになりました。現在販売されているの。その分お値段も前に売っていた価格の半分ぐらいになったんですけど、こっちだと何日か持ちます。このセイベだと何週間も効果が持続します。バイクでツーリングに行くっていうと、走ってる途中で効果がなくなっちゃったというのは嫌なので、少なくともバイクで使用して最低1日、丸1日っていうのは持ってほしいわけですが、これは両方ともそういう用途に耐えられます。二つ、特にこのセイベの方はすごくクリアーです。台所用洗剤は蒸気を浴びてこう気化してくると目にすごく痛くなります。もうジャンルが違う、桁が違うので、成分を見るとね、両方とも界面活性剤って書いてあるから、台所用洗剤でもいいんじゃないかっていう考えなんだと思うんですけど、同じ界面活性剤って書いてあっても全然違うものなので、台所用洗剤とは桁が違うというか、もうカテゴリーが違うぐらいこっちの方がしっかり視界を確保してくれます。ところで、アンチフォグというと、ピンロックシールドというのが今一般的ですけれど、ピンロックシールド、私使えないんですよ。他にもそういう方いらっしゃると思いますけど、ピンロックシールドってつまり二重ガラスになりますよね。乱反射というか二重映りが起きるんですね。つまり軽い乱視みたいなのを起こしてしまう。特にトワイライトタイム、だんだん暗くなってきた時間になると、光点、信号であったり、テールランプであったり、ウィンカーであったり、いろいろなものが道路上では光っていますけど、それが二重、三重、四重に見えちゃうんですね。私ちょっと乱視があるんですけれど、乱視とピンロックシールド、ダブルシールドを併用してしまうと、もう60、70、80ぐらいにこう万華鏡のように光ってるものが横にデデデデデと広がってしまうので、矢印がどっち向いてるのか分かんなくなっちゃうんです。ピンロックシールドは私使えないので、やっぱりこういうケミカルのアンチフォグ、もう一重のガラス、一枚ガラスのところが曇らないというのがすごく重要です。メガネライダー、
シールドの中でメガネをかける方にとってはダブルシールドっていくらシールドが曇らなくってもその中でメガネ真っ白になってたら意味がないのであんまりピンロック効果ないんですね。そういう方にもこれおすすめです。もちろんメガネにも使えます。メガネに